エクルズ子爵区は、イギリスの子爵区員。連合王国貴族。デービッド・エクルズが1964年に除されたのに、始まる。デービッド・エクルズは、保守党の有力な政治家で、教育省や労働省など閣僚職を歴任した、後の1962年8月1日に、ウィルトシャー州州都のエクルズ男爵に除された。ついで1964年1月14日には、 ミルトシャーシューシュートのエクルズ死者に少女した。この二尺位はいずれも連合王国貴族尺位である。その後初代死者の死去に伴い、彼の息子が1999年にその尺位を襲っており、二代死者ジョンは同年に制定された貴族院法以降も世俗貴族として在籍し続けた92人の一人である。なお、 二大子者の妻ダイアナ・エクルズは1990年に一大貴族として、ノース・ヨークシャー州モールトンにおける、モールトンのエクルズ女男爵を創設しており、夫妻共に、貴族院に席を置いている珍しい事例である。ノース・ヨークシャー州リッチモンド近郊のモールトンにある、モールトンホールは現在ナショナルトラストの管理下にある、ため、エクルズ教とその家族は、同邸宅を賃貸する形で居住している。 法定推定相続人は、東大子爵の長男であるウィリアム・デイビッド・エクルズ、閣下。ありがとうございます。